チャオトゥッティ。今日はですね、皆さん自宅でできる体幹トレーニングを皆さんに紹介したいと思います。運動不足になってたりとか、自宅にいて動けないストレスだったりあると思うので、体幹トレーニングをして汗をかいて気持ちよくトレーニングしましょう。それではいきます。まずはですね、この種目です。四つん這いに寝て、足ついて、足首を立てて、この状態四つん這いになります。そして左右、右腕、左腕を、上げていきます。対称に肘と膝をつける。次、逆いきます。左腕と右足を上げていきます。これはですね、きついトレーニングというよりもインナーを中からしっかりと鍛えるトレーニングでもあるので、まずやっぱりしっかりとフォームを整えることですね。腰が反ったりとか丸まったりしない状態でしっかりとフォームを整える。これは結構簡単なんで、簡単にできるよっていう人は足を浮かしてですね、足を浮かして左右対称に上げていきます。できたら逆ですね。右腕と左足を上げていきます。これですね、取れるのは問題ないです。大事なのはそれにしっかりと反応することですね。バランスを取りづらいんですけど、それにしっかりと体が反応するっていうことが大事なんで、トライしてみてください。逆いきます。上げます。足を上げて浮かして、こんな感じですね。クオリティが大事なんで、できない人はしっかりと足をついてですね、足首立ててついて、しっかりとまっすぐ上げる。これが反ったりとか丸まったりしないように、しっかりとまっすぐ棒みたいな感じでこうなるように、で曲げる時もしっかりと丸まる、背中を丸めて膝と肘をつける。こうなったりしないように、膝と肘をしっかりとつけるっていうことを意識してやってみてください。今日はいい感じに効いています。次の種目いきます。次はですね、まず仰向けに寝ますね。膝を90度に曲げます。90度で腕をまっすぐ上げます。でこれで対角線の腕と足を下ろしていきます。はじめは小さくていきます。こんな感じ。小さくて簡単だよってできると思う人は、これをまっすぐ上げますね。まずは右手と左足をまっすぐ大きく上げます。
で戻します。で逆、左手と右足を伸ばします。大事なのはですね、大きく動かしても腰が反ったりしないことですね。しっかりと腹圧を高めて、前側だけではなくて横から押しても腹圧で押し返すようなぐらい簡単にしますよ。大きく動かして腰が反ったりしないように、しっかりと腰をつけたまま大きく動かしても触れない。腰が反らないように腹圧を高める。前側だけを使わない、横から押しても後ろから押してもふわっと跳ね返ってくるような腹圧を高めたままトレーニングしてください。これは大事なポイントです。次の種目いきます。次はですね、まず肘をこの状態でついて足をちょっと上げます。この状態で30秒キープなんですけど、腰が丸まったりとかこう反ったりとかしないように腹圧を高めてまっすぐ伸ばします。これ30秒です。前側の腹筋だけではなくて全部ですね、腹圧を高めて全体がお腹の内からですね、コアから膨らむような形で意識してください。そしてまっすぐ、これが簡単にできる人は足を立てて、これもまっすぐな状態でやってください。感じるんですね。これが丸まったりとか腰が浮いたりとか反ったりとかしないように、こんな形でやってみてください。とにかくまっすぐですね。そして腹圧を高める、ロックから押しても力がしっかりと入っている状態を意識してください。次の種目はこれです。肩の真下に肘を置きます。そしてこの状態から上げます。でこの時ですね、首がこう降りたりとか落ちたりとか腰が落ちたりとかしないようにしっかりとまっすぐなるように整えてください。でこの時もここに刺激が入るんですけど、ここだけじゃなくてしっかりとここも逆側もですね、抑えられても腹圧が高まって押し返されるようにちょっと意識してみてください。ここですね、で逆も同じで肩の真下に肘を置いてここから上げていきます。まっすぐなるようにね。大事なんですね、縦から見た時にお尻を入れていくこと、こう丸まったりとかしないようにしっかりとお尻を入れる、お尻がしっかりと硬い状態を作ってください。簡単にできるっていう人は足をちょっと上げてみてください。この時もまっすぐですね、まっすぐなってる状態でお尻をしっかりと硬い状態、こちらもですねしっかりとここを使えている状態、お腹も腹圧が高まっている。で逆もやります。
腹周りもそうですし、臀筋の股関節周りも刺激が入ります。次の種目いきます。次は仰向けに寝ます。でこの幅ぐらいですねに立てて、ここから、まあ、手をついて、ここからお尻を上げていきます。こういう状態です。でこの時にしっかりとお尻を締める、締めてあげていく。こう腰がこう反ったりとかしないようにお尻を上げていく。でこの時にお尻がしっかり刺激入っていると硬くなりますので、しっかりと締める、お尻を締める。でお腹も腹圧を高める意識、どこから押しても力が入っている状態にしてください。これが簡単だよっていう人は右足股関節を締めます、上げます。そしてこの状態で片足が電気を持ち上げます。電気も効いてて、この股関節もしっかりと刺激が入るようにしてください。これでキープします。できたら次は逆です。これも股関節を上げて、しっかりと力がここは入るようにで、逆足のお尻を持ち上げます。ここにも力が入って、臀筋にも力が入って、お腹も力が入っている、この状態です。いい感じに股関節周り、臀筋もそうですし、お腹周りも全てが刺激されると思います。コアから使うイメージですね。次の種目はですね、皆さん、今までキープ系の種目をやってきましたね。ただ、まあ、日常生活とかも含めて、まあ、スポーツする時ももちろんですけど、キープというよりもやっぱり腕が動いたり足が動いたりしますよね。でその状態でもしっかりとぶれない体を作る、コアから作るっていうところを意識できるトレーニングだと思うんで、皆さんトライしてみてください。これからいきます。まずは肘をつけます。ちょっとまあ肩幅よりも足は開く状態にします。でこの時もまっすぐですね、しっかりとお腹に力が入っててまっすぐなる状態で、ここからですね、まず右手を上げていきます。でこの上げる時にこうなったりとか反っちゃったりとかしないようにまっすぐに出る。体も腕もまっすぐなるように上げていきます。で最初はねキープ系のトレーニングをやってきましたけど、腕が動いても体がぶれない、しっかりとまっすぐになっている状態ですね。これを作りたいと思います。この種目が簡単だという人は足を上げます。この状態からぶれないように右手、足はですねちょっと開いてください。ちょっと開いた状態で上げてください。右ができたら次は左。という形でやってみてください。いい感じに刺激入ると思います。ぜひトライしてみてください。ブレないことが大事です。次の種目いきます。次はですね
股関節、足が動いても体幹をしっかりとキープできるようになる、トレーニングです。まずですね、まあ、最初にやったように肩の下に肘を置いて横になります。で、ここから上げます。で、しっかりと臀筋を締める、股関節を上げて股関節を最大限に動かしていきます。逆もいきますね。肩の下に肘を置いて、ここから同じように上げていきます。足を上げて股関節を前後に振ります。なるべく大きく。この種目はですね、股関節が動いても体幹がしっかりと安定している状態を、作りたいです。上から見た時もしっかりとまっすぐなっている状態、これが動いた時に丸まったりとか反ったりとかしないように、このまま股関節が動いても体幹がぶれない。とにかく大事なのは足が、股関節が動いても、しっかりと体幹をキープできている、体幹がぶれない、腰が反ったりしないことです。皆さん、体幹トレーニングどうでしたか？これは今日やったのはですね、本当に基礎中の基礎ですね。しっかりとした姿勢のまま、キープができるとか、足や手が動いてもしっかりと体幹がぶれない、キープできる。そして腹圧を高めて、コアとかこの中ですね、中からしっかり使えるように、するということが今日の種目はすごく大事なエクササイズです。とにかく前も横も後ろからもしっかりと腹圧を高めて体幹を使えるようにしていきたいです。自宅でできるトレーニングということで皆さんに、やってもらいたいです。やった後はね、すごくこう気持ちよくて、リラックスもできますし、いい汗がかけますし、ストレスも発散できると思います。とにかくいい運動をして、いい体を作って、健康的な体を作っていきましょう。そして皆さん、また体幹トレーニングとか、トレーニング系はどんどん上げていきますので、楽しみにしておいてください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは。ターンの神ベスト3をやりたいと思います。すごい選手見てると、マジですげえな、マジ天才だなみたいな思うんですよ。感じるんでしょうね、彼は。僕なんか絶対感じないですよ。いや、笑いすぎ。